こんにちは、亀三昧です。撮影日は11月の17日、今は午後2時なんですが、気温が24度とね、この時期にしてはかなり高めになっています。かなり暖かい時期が続いていたんですが、やっとね11月の下旬から寒くなってくるということで、本格的な冬眠の準備に入っていきます。冬眠の準備の一環として、まず悩む人が多いと思うんですが、餌をいつまであげるかという問題です。ここに関してはかなり考えが人によって違うので、何とも言えないところなんですが、まあ考えは違って当然だと思うんですよね。なぜかというと、その人の住んでいる地域だったりとか、まあ、亀の種類だったりとか、飼育環境だったりでね、ベストなタイミングっていうのが変わってくると思うので、いろいろ試しながら自分に合った冬眠のさせ方っていうのを見つけていくといいかなと思います。とはいえそれだと話が終わってしまうので、今回は僕の餌を切るタイミングっていうのをお伝えしていこうと思うんですが、まず一つ判断材料としてあるのが、亀が食べるのか食べないかですね。今映しているのはベトナム南イシガメなんですが、見ると分かる通り餌すごい食べてるんですよね。暖かい時間の暖かい日だからっていうのもあると思うんですが、こんな感じでガツガツ食べるようではまだ餌は切らなくてもいいかなと思います。よく10月末までとか11月までとかね、餌を切る時期を決めている方もいるんですけど、まあそれはそれでねありだと思うんですが、僕的にはその年によって気候っていうのは変わってくると思うので、1年で区切るというよりはその時の気候や亀の食べ具合によって判断していくといいと思います。なので基本的には亀が食べるようなら僕はあげています。ただあげる頻度を落としていったりとかっていうのはするんですが、そのあげる日の次の日とか次の次の日とかから冷え込むとかだったら、亀が餌を消化できない場合があって、消化できずに体の中に残ってしまうと体調を崩してしまうので、たとえその日があったかくて餌を食べそうだなと思っても、次の日から急に冷え込むとかっていう予報が出ているんだったら、僕はあげずにもう餌を切ってしまいます。なので話を少しまとめると、餌をいつまであげるかっていう判断のポイントは2つあって、1つは亀の食いつき具合、結構食べるようだったらあげ続けるっていう感じですね。そして2つ目は暖かい日の翌日以降の気温ですね。あげた日以降冷え込むようだったら消化しきれずに体調を崩してしまうことがあるので、そういった時はたとえ暖かくてその日餌を食べるようでも、もう餌はあげないようにしています。そして暖かい日がまたちょこちょこあったりして、その時にね餌をあげるっていうよりは、内臓を動かして排泄物を出してもらって、体の中を空にした状態で冬眠に臨んでもらうという感じです。ちなみに今この動画の音声を吹き込んでいるのが11月の21日なんですが、めちゃくちゃ寒いですね。最高気温が15度で最低気温が1桁になっています。そして次の日22日がなんと晴れで、最高気温がね20度を超えるので、多分餌あげれば食べると思うんですけど、またその翌日以降は同じように最高気温が15度から10度の間ぐらいで、最低気温が1桁という日が続くようなので、たとえ明日あったかくて餌を食べそうだなと思ってももう餌はあげません。こちらはアルビノアカミミガメのメスなんですが、餌を見つけられないのかもう食べないのかちょっとわかんないですね。こちらのブラックパールの方は普通に餌をバクバク食べています。実質これが今年最後の餌やりになるかなと、そんな感じです。今映っているアカミミガメは知っている方がほとんどだと思いますが、日本の気候にね適応できるので冬眠が可能です。しかし今映っているアルビノやブラックパールなどはやはりノーマルよりは少し弱い傾向があるみたいなので、十分注意しながら冬眠をさせていきたいと思います。
こちらはキボシイシガメです。このカメもアメリカやカナダに生息している種類なので、寒さには結構強くて日本でも冬眠ができるカメになっています。ただ人工飼料はね、もう10月末ぐらいから食べなくなっていて、そこからは乾燥エビを食べてもらうようにしています。やはり人工飼料よりね、乾燥エビとかの方が食いつきはいいので、今でも食べてくれています。普通は配合飼料を食べなくなったら終わりにするんですが、アダルトの子もいるんですけど、まだ少し若い個体も多いので、なるべく直前まで栄養をつけさせたいなと思って、配合飼料から乾燥エビにチェンジして餌をあげています。ちなみに今手元の温度計では27度になっています。結構あったかいですね。若干日差しがじりじりするぐらいの感じです。11月中旬でこの感じはなかなかないですよね。まだ動画の撮影はできていませんが、この動画を投稿する頃には外のカメたちは冬眠の仕様になった飼育環境で生活をしていると思いますので、そちらの方も動画にしていこうと思います。結構ね、冬眠に関する質問が多くて、いつから冬眠させますかとか、冬眠させるときはどんなことに気をつけますかとか、冬眠しているときの飼育環境とか、結構コメントとか DM でね、冬眠の相談が来ることが多いです。やっぱり冬眠っていうのは、普段飼育をちゃんとやっていてもカメの体力の消耗は激しいので、慎重になっている方が多いんじゃないかと思います。さっきもお話ししましたが、住んでいる地域の気候だったり飼育環境なんかによって冬眠のベストな方法っていうのは変わってくると思うので、まあうちの冬眠の方法なんかを見て参考程度になればいいなというふうに思っています。2024年の屋外飼育のカメシーズンはかなり終わりに近づいてきていて、少し寂しい気持ちもありますが、なるべくいい状態で冬眠をしてもらって、また来年の春元気な状態でカメたちと再会できればなと思っています。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。動画は金土の夜8時に更新をします。それ以外にも不定期に更新しますので、ぜひご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。